成功の手巻時計ロードマーベル5740-8000です。成功初の高級腕時計コレクション。外装、機械、ともに手の込んだ作りとなっており、その完成度の高さからその後に開発されるブランド成功の基礎ともなりました。本品は裏蓋刻印ウォータープルーフの防水ケースを採用したハイビート 36,000 振動モデルです。文字盤は放射仕上げのシルバーカラー、オニキス入りのバーインデックスとドルフィンハンドの組み合わせ、ノンデイトの飽きのこないシンプルな風貌デザインです。 SS ケースは8000番セイコースタイルのラウンドフォルム、裏蓋は防水性、気密性に優れたスクリューバッグです。バンドは社外製のレザーストラップを装着しています。流行に左右されない国産アンティークの魅力が詰まった一品です。コンディション、ダイヤル、文字盤、シミ、汚れ、焼けが認められます。文字ににじみが見られます。針、インデックスは軽く劣化しています。ケース、裏蓋、シレ、小傷が認められます。裏蓋はオープナー痕が見られます。刻印は鮮明です。大きなへこみなどもありません。風貌、シレ、小傷が認められます。装着しての日常視認性は十分に確保されています。ベルト、18ミリ幅の社外製です。使用感がありますがすぐに装着可能です。操作方法、リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は19mm、ケース径は約 35mm、 リューズ含まず縦ラグからラグまで約 41mm、 厚さ約 9mm、 風防含むです。アンティーウォッチマンの代行お任せコースは商品撮影と説明文を代行します。販売価格のアドバイスもいたします。